向こうの世界ってみんなはここを呼ぶ。水で囲まれたこの世界に昨日突然現れた、さらに向こうの世界、学校よりもさらにへんてこな場所で頭がおかしくなりそうだけど、もしかしたらこの向こう側に元いた私の世界があるのかもしれない。さあ、バシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。待って、今日は食材を集めたら帰るから。なんで。もう時間が遅いもの、誰かさんが寝てたせいで。ココロ、レナさんがいじめる。ああ、よしよし、怖かったね。でも今日のところは食材を集めたら帰ろうね。うん、わかった。こいつ。さて、今日は何を持って帰ろうかな。昨日見つけた卵、美味しかったのです。どこかにないかな。今日もお出ましね。なんだなんだ、食材よこせってことかな。みんな気をつけて。さあ、どう動こう。私たち気がついたらはめてたんだよね。青ちゃんはいつからつけてたの？この世界に来た時にはもうつけてたよ。考えるのは後にして、さっさと卵を探しましょう。なかなか見つからないね。昨日はこの辺りにあったのに。そもそも卵が落ちてるってことは、どこかに鳥の巣とかがあるってことだよね。
鳥の巣。あそこか。まさか登るつもり？もち。やめなって、落ちたら危ないじゃない。レナちゃんは下で待ってていいよ、取ってくるから。二人が行くなら私も行く。ゲット。もっと食材探す？今日はこのくらいにして、そろそろ帰ろう。ほら、金城さんもお怒りだし。広いところに一人残されたら心細いのも分からなくはないか。それじゃ急いで帰ってあげよう。さて、ゆきちゃんはいつも通りなら作業室かな。ただいま。そんな文句言わないで、食材いっぱい取ってきたから。やったー、今日はごちそうだ。ちょっとちゃんと計画を立てて。いいじゃん、いっぱい取れたんだしさ、楽しまないと損だよ。まったく。それで向こうの世界のこと何かわかった？今日はあんまり調べられなかったんだ。ちょっといろいろあって。いろいろあってね。そうそう、いろいろあったんだよ。イライラは、まあ相変わらず不思議な場所よ、あそこは。でもラッキーだったよね、向こうの世界が出てきて。うん、この世界に現れた新たな手がかりだし。それもそうだけど、食材が豊かになったのが大きいよ。もう飽き飽きしてたもん、この辺で取れる木の実とか魚は。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ、飢え死にすることはなさそうなだけマシなんだから。あるかもしれないよ、お米。向こうの世界の奥を探せば。がぜんやる気が出てきた。はいはい、それはまた明日。今日は今日のことを考える。それじゃあ夕飯作るよ。
何作ろっかな。また卵焼きが食べたいな。昨日と同じ卵があるんだね。でもせっかくだから味変えたい。ねえ青、なんか薬味になりそうなものを取ってきてよ。中庭に使えるものがあったはずだから。オッケー、ひとっ走り行ってくる。取ってきたよ。おお、ありがとう。これで材料が揃ったかな。せっかくキッチンに集まったことだし、みんなでご飯作る？そうね、暗くなってきたし、手早くご飯を用意しますか。もう。できた。できた。いい感じじゃない。それじゃお皿用意していただきましょう。してんの。いやー、でもやっぱりこういうの楽しいね。次は誰かに食べさせようっと。懲りないな。うん、お腹いっぱい。教室に戻って寝る支度をしよう。それにしても何なんだろうね、あそこ。何何？何の話？向こうの世界のこと。やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。青ちゃんがいたっていう世界と比べたら？本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって、私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから、この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないの？ってね。バットは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど誰かとの思い出とかいた場所とかは、どんなに思い出そうとしても何も思い出せない。そっか、やっぱり不安？え、何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあ確かに。でも青には記憶があるんでしょ？大丈夫。みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか。
むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界に来れて。ほら、私って普通じゃん。だからずっとこういう特別なことを求めてたんだ。なんだ、それならよかった。とは言ってもいつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。それって日記？うん、毎日の出来事を書いているのです。初めて会った時も書いてたよね。どんなことを書いてるの？その日食べたものとか、ゆきちゃんやれなちゃんと話したこととか。あんまり変わり映えのない日々だったから、それくらいしか書くことがなくて。ああ、なるほど。でも食べたものの情報は結構お役立ちだよ。これを焼いたら美味しかったとか。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから、日記の内容も大長編。いろんなこと？青ちゃんが来た。向こうの世界も現れた。モンスターがいて戦うことになったのはちょっと怖かったけど、今日言ったこと本当なんだよ。青ちゃんが来てから生活が賑やかになった。だから青ちゃんが来てくれて私は嬉しいの。そう言われるとなんか照れるな。でも青ちゃんには帰らなきゃいけない場所がある。青ちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、いるべき場所にいるのが一番。ちゃんと帰る方法を探さないと。また明日から頑張ろうね。ありがとう。